では同じくロミオ役を演じられます大野拓郎さん、お願いします。ロミオ役を演じさせていただきます大野拓郎です。本日はお集まりいただきありがとうございます。このロミオ&ジュリエットっていう舞台は僕自身世界で一番好きなミュージカルっていつも言わせていただいてて、その2011年に初演があった時に拝見した時にすごくしびれて、なんだこの舞台、この舞台立ちたいなっていう、もうただただ漠然と憧れの舞台だったんですね。でその同じような時期にエリザベートっていう舞台でミュージカル初挑戦させていただいて、でそこから4年間本公演までだったら5年間なんですけれども、ずっといつかロミオの役をやりたいと思って歌稽古をずっとずっとしてきて、去年晴れてロミオをやらせていただいて、本当に本当に5年ぶりのミュージカル、人生2度目のミュージカルということで、もう初心を忘れずっていうか、もう本当お邪魔させていただいているっていう気持ちで、1から0から全てをさらけ出して挑もうと思って去年やったのが、もう本当昨日のように思い出せるんですけれども、それがまた来年2019年もやらせていただけるということで、今度はその去年のがむしゃらに一生懸命頑張ったロミオ、それにプラスしてこの2年間で役者として培ってきた経験も生かしながら、去年よりもさらにパワーアップしたロミオを演じることができたらなと思ってます。そしてやっぱりゆうたさんもおっしゃったように、カンパニー、本当にこのカンパニーって素敵だなって、昨日リハやって今日本番もやって改めて思ってまして、でさらに今日ここにはいらっしゃってないベテランの大先輩方が土台を作ってくださるので、その土台の上で僕ら若手は思う存分暴れ回って、とってもとっても素敵な、見に来てくださった皆さんにとっての本当に一生の思い出に残るような素敵な舞台に必ずや作り上げると思っております。ぜひご期待ください。ありがとうございます。この地上のヒーローはここにいる俺たちだ。朝から夜まで全ての時間を生きてる今、感じ愛し愛たい、大人の力に負けたりしない、俺たちの心は俺たちなんだ。大人の力に負けたりしない、どこにいるのか、皆さんこんにちは。ミュージカルロミオ&ジュリエットにロミオ役で出演させていただきます大野拓郎です。今回はですね、僕にとっては2度目のミュージカルロミオ&ジュリエットでロミオをやらせていただくんですけれども、去年2017年にやらせていただいた時は5年ぶりにミュージカルに挑戦させてもらって、でね、ミュージカル自体大好きで、そしてロミオ&ジュリエットっていう舞台が本当に世界で一番大好きで、でずっとずっと練習してきて待望のそのロミオ役に選んでいただいてやらせていただいて、本当に幸せな一生の宝物に残るような経験をさせていただきました。それをね、また来年2019年もまたやらせていただけるっていうのは本当に本当に嬉しくて、もうずっとそのロミオまたやるって決まった時からずっとずっと楽しみで、その公演終わってからもずっと毎日毎日移動の車の中で歌ってたんですけど相変わらず世界で一番好きなこのロミオ&ジュリエットでございます。まあでもその前回やってから2年ぐらい経ってるので、自分の中でどうロミオっていう役が変わっていくのかはちょっと分かんないんですけど、でもやっぱり基本ベースとして愛情深い、すごくあったかい天使のようなロミオっていうのをテーマにやっていきながら、この2年間で培ってきた多分その大野拓郎としても役者としても一回りか二回りか成長できてると思うんで、その成長したところがどうそのロミオとして昇華されていくかっていうのを自分自身楽しみにしながら
どういうその化学変化が起きていくか、どういう感情の変化になっていくかっていうのを楽しみながら稽古、そして本番へと向けて突っ走っていきたいと思います。公演自体は来年の2月なんで、まだまだ先になると思うんですが、今日制作発表してそれが YouTube に載ったりすると思うので、それで皆さんぜひ気持ちを高めながら来年2月の23日から国際フォーラムにて、そして刈谷公演、大阪公演と、ぜひぜひロミオ&ジュリエットを追っかけていただけたら嬉しいです。そして必ずや皆さんの一生の思い出に残る舞台にします。ご期待ください。ありがとうございます。愛の白嵐月明